アントンブルガーはドイツの画家であるフランクフルトアムマインやその近くの別荘地クローンベルク・イムタウヌスで活動したクローンベルクには多くの芸術家が集まるようになり芸術家村が作られるようになったフランクフルトアムマインで生まれた1842年から1846年の間フランクフルトの美術学校でユングやヤーコブベッカーフィリップ・ハイトに学んだ ファイトから助言を受けて、当時、芸術の中心地の一つだったミュンヘンに移ったが1848年に、フランクフルトに戻り、幼馴染みの女性と結婚した。1853年に、フィリップ・ルンプ・フラト・パリに修行に出て、フランスの風景画の王や、ジャンバティスト・カミー・ユコローや写実主義の画家、ギュスターブ・クールベットであった。1855年から1年ほど、デュッセルドルフで、 風景画家、アウグスト・ベイバーの個人教授を受けた。1858年にクローンベルクに移り、1856年に最初の妻は亡くなっていたので1859年にクローンベルクの医者の娘と再婚したが二度目の妻も創生した。1860年にヤーコブ・フィルヒテゴット・ディールマンがクローンベルクの住むようになり、 友人のルンプフや美術学校で学んだ画家たちが集まるようになり、クローンベルクの芸術家村は形成され、ブルガーは中心的人物となった。多くの風景画を描き、その作品は版画にされて出版されてよく売れた。クローンベルクで没した。ありがとうございます。